あのアンシェパードの病室は？面会でしたらサインを。ご家族の方ですか？ええ、そんなところです。まあお見舞いの方が見えて喜ぶわ。誰もお見舞いに来ないのよ。最近は物忘れがひどいみたいだけど、きっと喜ぶわよ。とても。19号室廊下の突き当たりよ。ありがとう。こんにちは、シェパードさん。もうお薬の時間かしら？いえ、シェパードさん、私は。あの人たちは薬の時間を守れないのよ。どうなってるのかしら。他の病院はいつも時間通りだったのに、ここと来たら。私はマディソン・ペイジと言います。ジャーナリストです。あなたの息子さんについていくつかお聞きしたいことが。この病院好きじゃないわ。食事もあまり美味しくないの。ジョンを覚えてますか？私のジョニー？あの子はとてもいい子よ。あなたにはジョンという息子がいて、ジョンには双子の弟が。薬はある。もう薬の時間だわ。思い出してください、シェパードさん。ジョンの弟さんは事故が起きた後に養子に出されたんです。里親の名前を覚えていませんか？テレビをつけてって頼んだの。でもお金がないからダメって。残念ね。私テレビが好きなのに。もう一人息子さんが、ジョンの弟がいましたね。彼の名前は？もう一人の息子？他にはいないわ。子供はいないわ。息子さんは危険なんです。とんでもないことをしたかもしれない。彼を見つけないと。わかりますか？なんてひどい話なの。一度も会いに来ないのよ。信じられる？10年間一度も。母親を忘れるなんて信じられないわ。カーナビー広場での出来事ですが、覚えていますか？カーナビー広場？ずっと昔にそこに住んでいたわね。その頃はお金がなくてね。かなり切り詰めた生活をしてたわ。シェパードさん、息子さんは連続殺人に関与しています。捜査の手がかりになりそうなことを知りませんか？新しい看護婦さん、私の薬はどこ？シェパードさんが過去について話すことは？あまり覚えてないみたい。時々奇妙なことを思い出すみたいだけど、何か昔を思い出させるようなものを見せてみたら？お見舞いに来る人は？入院して10年だけど、あなたが初めて。彼女の息子さんを探しているんです。養子に出されて、多分名前が変わっているの。あの、シェパードさんに関する正式な書類はありませんか？いいえ、ほとんどないわ。家族については何も。養子に出されているなら知っているのはシェパードさんだけね。時々何か見せると昔のことを思い出すことがあるみたい。あなたも試してみたら？
アドバイスありがとう。綺麗な蘭かしら。息子たちも蘭が大好きでね、裏庭で育てていたの。ジョンが死んだ時、あの子のお墓に蘭を備えたわ。これはあなたの息子さんですね、ジョンと弟さん、違いますか？いい子たちだったわ。父親は世話をしなかった。いつもお酒を飲んで、子供たちはつらかったでしょうね。作れるの？息子たちは折り紙が大好きだったの。作り方を教えたわ。ジョンは犬が大好きで、いつも折り紙の犬をマックス、マックス、マックス、マックスって。犬は全部同じ名前なの。全部同じ名前はつけられないって言っても聞かなくて、いつも折り紙の犬の名前はマックス。おかしいでしょ。あの頃は随分泣いたわ。すでに一人の子供を亡くし、そしてもう一人まで取り上げられようとしていたのよ。里親の家族です、シェパードさん。ジョンの弟を引き取った家族の名前は何でしたか？本当にいい人たちだったわ。一度会ったのよ。初めのうちはよく息子に会いに行ったわ。でも私が病気になって行けなくなったの。きっと忘れられたと思ったでしょうね。僕はもう愛されていないんだって。名前です、シェパードさん。彼の名前は？愛していたのよ。あの子がいなくてどれだけ寂しかったか。お願い、アン。名前を教えて。もっとこっちに来て。